こんにちは、はるかです。ですね、今回はですね、ガッサン来てたんですけども、ガッサンでキャンプをさせていただいてましたが、それに伴って、僕のこの新しく作りましたこのネックチューブ、どうでしょう。こんな感じです。はい。こんな感じ。で、黒のパターンと白のパターンが連結しているものと、この、青と黄色のバージョン、ちょっと2つ作って、これのちょっと宣伝を。宣伝というかお知らせをさせていただきたいなと思いまして、前からこのネックチューブを作っていたんですけども、今回ちょっとメーカーさんのご協賛をいただきまして、ネックチューブ屋さんだけではない、ネックチューブだけではないんですけども、ネックチューブを主に作られている宮城県仙台市にあります大黒屋さんから、協賛をいただきまして、この僕らの方でちょっとデザインした、ブランドロゴとですね、こちらのバンプサークルの Facebook のグループの方のネックチューブ作っていただけるというところで、依頼してお願いしました。で、素材がですね、いろいろサンプル送っていただいて、たくさん選べて、すごくですね、いろんな生地用途に合わせて生地の方が選べるものでして、で、僕の場合はちょっと毛玉にならないものを優先的に作りたかったので、このアイスシルクという素材を使ってます。で、これ SP50 ということで、完全にこう紫外線を防ぐわけではないんですが、かなり、しっかり日焼け防止にもなりますし、あと肌触りもすごく良くて、つけ心地もいいです。と、あとやっぱこう息苦しくなるっていうのは結構この盲点なんですけども、これは結構通気性がいいので、まあ、こういったこうレッスンしながら喋るっていうことの結構使いやすかったです。で、これはこうオールシーズン、または夏でちょっとこう蒸れるシーズンなんかでも、ある程度こう通気を確保しながら使っていけるんじゃないかなというところで、非常にこう使ってみて良かったのでお勧めしたいなというところもありまして、大黒屋さんのネックチューブ、いかがでしょうかというご紹介になります。で、伸縮性がすごくありますので、こういったこう本当にこう帽子にくっつけて使ったりとか、あとはこれをダブルで折り返して、こういう風に使ったりとか、ちょっとこう柄が合わないと思いますけど、いろんなこう使い方ができますので、今ヘルメットをかぶりながらネックチューブして、バラクラバ的に使われる方もいらっしゃると思いますので、長さもしっかり取れてます。50センチぐらいあるのかな、もっとですね、60センチ70センチぐらいあると思いますので、まあ T シャツ代わりに本当にこう使い回すっていうところでは、オリジナルネックチューブって今結構こうデザインも綺麗に手書きでも起こしてくれるようですので、皆さんの中でもなんか、こんなネックチューブ作ってみんなで作ろうよとか、チームだったりとか、あとは本当にそうですね、企業のノベルティとか、そういったものにも使っていけるんじゃないかっていうところで、僕もまた別のタイプを作る企画予定がありますので、そちらもぜひご検討いただきたいと思いますけど、まず今回そのご協賛いただいた大黒屋さん、非常にこうコスパがいいネックチューブ屋さんなので、ぜひ、ホームページとか、あとはインスタグラムでネックチューブ大というアカウントで、インスタグラムアカウントありますので、ちょっと調べていただいて、覗いていただくと、いろんなこうネックチューブご覧になることができると思いますので、プリントの柄も本当にいろいろ、まあ、ちょっと今回僕のミスでこういうアベコベは出ちゃったんですけど、これはこれでやっぱ作ってみないとわからない部分もありますので、大黒屋さんと相談しながら、一つオリジナルのものを作れると思いますので、ぜひ、ご利用いただければというところのご紹介でございます。ちょっとこれつけてるところのシーンはですね、仮想動画ちょっと入れてみますので、こんな感じでこうウェア着ると使えるんだなっていうのは見ていただくと分かりやすいかなと思います。では今回ちょっとネクチューブのお知らせ、宣伝でしたけれども、これからやっぱりこうコロナも落ち着いてはいくと思うんですが、普通のマスクではなくて、飛散を防止するために必要なこうマナーとしても、スポーツするときとか含めて、こういったものまだまだ使う機会出てくると思いますので、ではネクチューブの紹介の動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。Things that you won't forget.